ニットでさ、後ろは割と薄いんだ。なんだろう、なんかこのね、そういうエルフィンです。キーンコーンカーンコーン、キーンコーンカーンコーン。キリッ。気をつけ。はい。レイ。はい、みんなこんばんちゃー。チャンス、はい、よいしょ、はい、ということで、はい、はい、2週間ぶりでございます。やったー、みんな元気だったー。元気、やっぱ1週間だと寂しいね、なんかね。会いたかったよ。はい、ということでね、今回もね、エルフィンの美声情報ムラムラテンション上げてやっていきたいと思います。よろしくお願いします、はい、お願いします。さてさて、そんなね、このね、あの美声情報ムラムやっていきますのは、はい、私からかな。エルフィンのミュミュこと辻美優とエルフィンのフラワーこと花房理恵と、エルフィンのアチャこと阿久津彩香と、エルフィンの小倉舞子と小倉舞子です。よろしくお願いします。お願いします。なんだこれは、ね、なんだこれは。なんだエレガ、あ、そうだ。これのこれってこと？それはちょっとやっぱなんか、あの蝶々、手遊び歌かなって思った。何それ？はい、ということでね、ね、番組でね、アバターのね、ゲットの仕方の話をいたしますよ。はい、あのエルフィンのね、アバター使ってくださってる皆さん、ありがとうございます。ありがとうございます。アバターはですね、番組配信中にギフト、それからコメントくれた方にプレゼントしております。あのくれたらですね、自動的にアバターフォルダに追加されますので、じゃんじゃこくれたら嬉しいです。よろしくお願いします。お願いします。そして、そして 毎回エルフィンの説明をですね、あの担当の人がいろいろ話したりするんですけれども、はい、エルフィンの説明ですね。エルフィンの説明じゃない。ちょっと吹き込もうか迷っちゃう。ちょっと待った。ショールーム説明じゃん。突然エルフィンの説明しないけど、でも全然ね、嬉しい。嬉しい、やるんだけれども、まあ、ショールームの説明ですよ、はい、で今日は私が担当なので、まず皆さんにですね、そのショールームの説明の時にこんな感じで言ってほしいなみたいなお題を募集します、うん、コメントに書き込んでください。有機物なんでもござれで、有機物無機物なんでもござれです。それに合わせて、まあ、キャラクター作って言わせていただきますので、お題ください。よろしくお願いします。お願いします、はい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 、今回の4択はこちらです、はい、どどん。ただ、1エレガントな、うん、お、はい、2個性的な、うん、3こたつ、うん、4鍋、何かもさ、全部さ、なんかくっつける前提のなんか、うん、ね、そうね、確かに、なんかエレガントなこたつとか、個性的な鍋みたいな、そういう、なんかそういう感じになっちゃうよね。すげえね。今の投票に期待します。はい、じゃあみんなにね、ここから一つ選んでもらって決まったもので、はい、説明させてもらいます。それではいきますよ、よーい、スタート。何になるかしらね。ねえ、ちょっとね、お題の方ね、この中から皆さんに選んでいただきたいでございますけれども、ね、はい。お、あ、みんなお鍋のね、話もありがとう。水炊き、水炊きね、いいね。もつ鍋が一番好き。あら、おつ鍋美味しいね。もつ鍋、ちくわぶ、それはおでんですかね。おでんも、ね、美味しい。私ね、おでんのね、あのね、スープ、うん、スープが好き。おでんっていうか、すべての出汁が出来んだ。わかるわかる。あれ好き、あれ好き。さあ、ね、お腹すいたね。お腹すいた。お腹がすいたところで、そろそろ締め切ります。5、4、3、2、1。はーい、なんだなんだ、はい、うん、あ、さあ、結果はイカ、イカ、イカか、うん、ちょっと待って、あれよ、お鍋はどうやって、あ、みんな大好きだよ。大好きだよ、ね、待って、てか待って、最高だね、みんな、これ全部聞いたか、全部じゃんよ、全部に、え、3つ合わさったら最高だなって思ったけど、さらにそれを超えてきたよね、すごくすごいな。エレガントなこたつで個性的な鍋を食べる人。エレでもなんかこたつを場所に指定したくない。私をこたつにしたい。私をこたつにしたい。あ、面白い。あ、まあ、お鍋が喋っても楽しいとは思うけど、何かが喋って面白い、ね、うん、エレガントなこたつ&個性的な鍋。こちゃこちゃし、よし、行くか。おー、はい、行くぞ。やば、
それでは、ショールームの説明を、はい、私によるエレガントなこたつ&個性的な鍋よーいスタート、うん、ごきげんよう。今年も出されましたわ、私エレガントなこたつでございます。まずは僭越ながら私から説明をさせていただきますわ。ショールームはアイテムを投げたりコメントを書き込んだりしてもらって皆さんとこたつに入りながら楽しむ番組でございますわ。ユーザーの皆さんが投げたポイントが多いほど皆さんのキャラクターが列の前の方にこたつに入りながら出てくるようになりますわ。なに個性的な鍋さん突然入ってきて私の上に乗らないでくださいまし。暑いでございますわ。暑いでございます。本日も楽しくやっていきましょう。よろしくお願いします。逃がさないぞ。逃がして。